俺の名前は川瀬満。ただの酒好きのサラリーマンだったんだけれど、ある事件を引き起こしてしまう。あれ、なんか跳ねた？俺は飲酒運転で交通事故を起こしてしまったのだ。そして裁判所で裁判を受けることになった。主文、被告人を懲役8年に処する。ああ、飲酒運転で人身事故、終わった。無償送りか。こうして俺は交通刑務所へ収容されることに。あの、なんで俺普通の刑務所にならなかったんですか？ああ、初犯で障害者じゃなく、刑期が10年未満だからだよ。この条件が必須なんだ。なるほど。あと、こういう交通刑務所は全国に2カ所しかない。そうなんですね。刑務所には変わりはねえ。俺の人生もう終わりなんだ。ここがお前の部屋だ、入れ。え、なんか小ざっぱりしてません？鉄格子とかもないし。それが交通刑務所の特徴だ。トイレもあるからな。そうこうして俺の交通刑務所ライフが始まった。朝6時30分起床、朝食。朝弱いんだよな。7時50分作業開始。ちくしょう、なんだってこんな地道なことしなきゃいけねえんだよ。俺の人生なんてもうおしまいなのに。はい、おい、随分と投げやりだね。あ？模範囚になれば今の新人寮から準解放寮、解放寮、希望寮へとランクが上がっていくんだぜ。作業の出来栄えはそのアピールポイントさ。ランク？そんなのがあるのか。しかも解放。それだけじゃない、車の仮免許も再取得できる可能性もあるんだよ。刑務所内で教習が受けられるのか、全然知らなかった。12時と15時の10分休憩を経て、16時半には作業は終わり、日当をもらえる。お、日当5000円もらえるんだ。賠償金の返済で俺はほぼ使ってるけどな。17時の夕食後は自由時間となる。自由時間って言ってもな、やることもねえし、そもそもあんなことしておいて楽しんでいいのかどうか。自己紹介してなかったな。俺はのりやき、一緒にうのしようぜ。二人うの。いや、しねえよ。21時就寝。こうして俺の交通刑務所での一日が終わった。時間早すぎだろ、全然寝れねえ。それでも作業だけは真面目にこなし、部屋のランクアップするためにも俺は模範囚になろうとした。うおー。そして土曜日も俺が作業場へ赴いた時のことだ。あれ、お前しかいないのか。今日は休みだろ。土日休みって聞かなかったのか。俺の前の会社よりホワイトじゃねえか。俺も入所したての頃よく間違ったもんよ。お前も間違うと思ってな、作業場で待ってたんだ。てか、お前はなんで逮捕されたんだ。俺は飲酒と無免許だな。お前も飲酒か。そして俺は講義室に連れて行かれた。さあ、ここだ。お前も対象の会だよ。会？そこは男子会というグループだった。さあ、新入りが今日から入るぞ。みんなよろしくな。お互いの思うところをぶつけ合っていこう。そのための男子会だ。どうも川瀬です。男子会では俺と同じようにアルコールに依存したり失敗した人たちの体験を語り合うことができる。私は仕事のストレスでお酒が手放せなくなって、すい泥酔した状態で車に乗ってしまって。結構俺以外にもいるもんだな。絶望していた俺の心の氷は少しずつ溶けていった。そして作業にも熱心に取り組んだ結果、俺も彼も解放寮へ行くことができた。やっほー、解放だ。頑張った甲斐があった。ほら、あんまりはしゃぐと前のところ戻すからな。勘弁してくださいよ、冗談っすよ。ほら、ベタベタするな。でも解放って脱獄のリスクもありますよね。その辺本当に大丈夫なんですか。それは実際にやっていけば分かってくるよ。職員の人はそうは言っていたが、正直あまり信じてはいなかった。お前そういえば仮免受かったんだってな。お前は努力家だからできるって信じてたよ。マジっすか、ありがとうございます。そこでは職員も囚人も信頼し合っているように見えた。なるほど、解放ってことは信頼の証か。脱獄して裏切りたくもないわな、せっかく積み上げてきたんだし。気づいたか、実際に交通刑務所で真っ当に出所した人は再犯率が低いというデータもあるんだ。なるほど、俺もいつの間にか絶望感よりも社会復帰を目指そうという思いになっていた。俺本当はタクシードライバーとかになりたかったんだ。いや、無理だろうけどさ。無理だなんて諦めることはねえだろ。もしあれだったら教えてやろうか。マジで頼むよ。のりやきもまた前へ進み始めていた。そして真面目に作業をこなした俺たちは無事数年の刑期を終え出所することができた。やっほー。
ーい、ついに念願の出所だ。元気だな。でも確かに諦めなくてよかった。ここでの経験を生かして頑張っていけよ。はい、はい、本当にお世話になりました。そして数年の時が経った。あれから一度も交通違反をしていない。交通刑務所のおかげかもしれない。んよ、久しぶり。のりあき、お前タクシードライバー？おう、今度は無免許じゃないぜ。俺ものりあきもこうして無事に社会に復帰ができた。いい刑務所であれば人はちゃんと更生できるのかもしれない。